りをとりあえず体感してもらうのと、空手は空手のまま教えてもらうので、ちょっと見てみてください。まずね、キングの構えなんですけど、このまま一回止めてな、この状態でパンチ、顔当たらないんですよね。で、これがキックの間合いです。で、キックの間合いで、パンチさえ顔を叩かれるので、若干正中線よりも体が後ろに下がる。で、キックの、体の場合は、蹴っとる時に叩かれるので、そこから下だけなんで、顔をここまで極端に下げる必要がないんですよね。ですから、体の蹴りになると、だからそのちっちゃいパンチの中に一発
ドンっていうこの蹴りとパンチが必要になってくる。で、空手の先生も多分教えてもらってると思うんですけど、人間の外側って結構強いんですよ。外側の面ってある程度叩かれ打たせっていうのが空手のあるように結構こっち側の面って強いんですね。で、打たれるんで強くなってくるじゃないですか。強くなってくるんですけど、これが例えば 100% の蹴りだった場合、ここ慣れてくる。で、この一発が痛いんです。だこの一発を自分の1分30秒の中の攻撃の中でどう持ってくるかっていうのが自分が考えなあかんこと。先生が今やってると教えてくれへんから、今さっきのパンチを強くやったって。あ、そうそう。これで、このパンチが相手に対して効いてくるから、効いた時ってダッて固まるから次の動作にワンテンポズレが生じる。生じる時に例えば上段回しだったり前蹴りだったりっていうのが当たりやすくなる。だから一発効かせていく、 100% の力で1分30秒突っつけていたら、まあ相手だ、普通の強い人だったらどうぞどうぞって感じになってくるけど、弱いパンチを打っといて100のパンチ打たれるんで、弱いパンチで体が慣れてまうと一発100のパンチドンと打たれるとスッってなるときに次の攻撃を当てていく。それがものすごく大事だから、この先生だから技の強弱って言われるところが、なんで強弱っていうのかっていうところが、そこなんです。今日会場の大会の演説で見てて思ったのが、みんな接近戦といって、こう本当にもうバランスがじゃないんですよ。ここでの試合じゃないけど、こういう結果蹴られて、蹴って、蹴られて、蹴られて、特にそのままどうなんですけど、その例えば攻防の中で、頭の中で描いていったら、自分が
書いた通りの試合結果になる。自分が相手が動いたからこう動いてこう勝ちましたじゃなくて、で目線もそうで、もう上級生から分かると思うけど、こう構えといて、例えば 目の辺にね、こう構えといて、で下をちょい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 見られると下段意識仕掛けるんで、下段意識した時に上段蹴っていく。ただ上級者の子はこれできるけど、一般のまだその白帯、何や青帯とかの子はまだ下を見てローを蹴るんで、こっちの足見てここ蹴るんでダメなんです。これがじゃなくて相手の目線、目線でフェイクかけといて蹴っていくっていうのを意識していけば、相手を自分が手のひらで動かしていくっていうのが試合の一番綺麗な形。クリバルの支配、クリバルの支配と、あとは例えばその足を引かしながらでは上を引かしていって下を引かしていって下を下に持ってくれる、で技を打たれながらでは下に持っていく、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 上に行けるのもいいけど、その設計番号116番の方が設計の方法でそういうのもできるかなと。まあ、その時は、まあ、練習会、まあ、参考程度の時は、まあ、パレスに行くことを考えると思うので、まあ、お会いしたいと思います。ありがとうございます。夏の時間の勉強から、試合が始まります。Thank you.
だって誰も打たれてる。打たれてる。もう思い切りっていいって。お前らみんなやっぱり変態やな。